どうも、奈良コミのタカです。今回は実際に足を運びめちゃくちゃ美味しいと感じたエビフライが食べられるお店を4店舗ご紹介いたします。中には巨大エビフライも登場しますのでお楽しみください。それでは早速紹介していきたいと思います。コスパ最強デカ盛り大人様ランチ、インパクト大のエビフライが絶品すぎた。今回お伺いさせていただいたのは奈良県大和郡山市小泉町東にあるカフェ&キッチン学びさん。外にはおしゃれなベンチがある。早速店内へ入っていきたいと思います。店内は清潔感がありおしゃれなカフェって感じ。テーブル席やソファー席、カウンター席もあり、一人でも数人でも。ケーキやコロナビールも置いてありました。まあ、こちらのお店の一番のおすすめはこの大人様プレートというところで、こちらがね、まあ、結構いい値段するんですけど、オムライスとかエビフライ、まあ後で見てもらいましょう、うん、そうですね。あと大エビフライとかチキン南蛮、ハンバーグとか、まあ、いろいろありますよというところ。ドリンクもついてくるというところでね、セットドリンク、はい、ちょっとこういうアイスコーヒー、カフェオレとかミルク、ウーロン茶とか紅茶とか、まあ、そういったものがありますよというところで、はい。まあ、ランチメニューはこんな感じですね、はい。お持ち帰りパックなんかもね、50円とか100円で販売してもらって。すごい、ちょっと待って、これはあれやな。これいるわ、あれパック、パックいるな、うん、絶対いるわ。やばい、これはちょっと予想以上。写真で見てたよりも 2,3 倍インパクト強いな、これな。いただきます。何から食べよう。まずオムライスか。オムライスじゃん、うん、オムライスいただくわ。やば、卵がめっちゃふわっとしてて、舌触りとか独特や、すごいわ。もうめっちゃふわっとしてて濃厚や、卵が美味しい。中は、中はまあケチャップライスで、まあ、程よい感じかな。じゃちょっとエビフライいきますわ。はい、でかい。身めっちゃ太いぞ。このもザクザクしてるんだけど、それよりも身が太いから、コロナ感というよりはほんまにもうエビフライの身の味がちゃんと感じられて、美味しいな、これ。もうあの口全開で開いて食べたよな。あ、だって口の大きさとエビの大きさ一緒だったもん。そうや、それぐらい、もうやっぱこれがもうエビ好き必見な。あ、これいただくわ。チキンカツやけど、お肉めっちゃ柔らかい、めっちゃうまいねんけど。ソースとこのコロコロのところがちょうどこの重なってるところがいい感じでなんかこう染み込んでるというか、このトマトソース、これがうまいな、やっぱ。じゃあ大きいねんで、これは口入らない、さすがにこれ口入らない。あ、ほんま？でかい。大きい。ハンバーグいただきます。お肉感がすごい、ハンバーグしっかりお肉の旨味っていうのをギュッと感じられるな。めちゃくちゃ美味しいわ。付け合わせの野菜もいろんな種類あっていいな。ポテトとかな、これな。あ、マッシュルーム、なかなか見えひんよな、その形のマッシュルームな。あ、1個使ってるってことだね。吉野、ね、にひっそり町の洋食屋、鉄板プレートで食べる激うまエビフライ。あ、こんにちは。ご無沙汰してます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。メニューもございます。とにかくね、メニューが豊富なよ、まず。こちらもう気になるメニュー、もう洋食屋さんといえばこれっていうのを抑えてくれてて、このハンバーグとかエビフライはもちろんのこと、僕は以前オムカレーの方食べたんですけど、こういったメニューもいっぱいあってね、この組み合わせっていうのがまたいいよね。でハンバーグカレーとかシールドカレーとか、間違いないのよこれが、うん、でドリンクもございますと。ハンバーグとエビフライのランチで、じゃあもう早速こちら食べていきたいと思います。は
ハンバーグ、うわうまそう、やばいよなこれも。この鉄板で食うのも嬉しいな。なあ、熱々で食べれる。いただきます。うん、まこれはやばいよ。あのもうとにかくね、肉汁もしっかりあるんやけども、お肉のこの旨味っていうのがしっかり出てて、このソースだけでご飯いけんもんな。うん、しっかりねお肉感は感じるんですよね。いやこれはガツンとボリュームもあってね、美味しいですね。いやうまいなこれ。めっちゃ大きいよな、もりもりやし、うん、うわふわっとしてるし毎日食べたい。冗談抜きでほんまにうまい。じゃあエビフライの方もじゃいただきますか。うん、サクッとしながらもプリッとしてる、もう完璧なエビフライで間違いない。このお味噌汁は嬉しいよな。なの、ネギやわかめなどの具材もたっぷり入ってて、お味噌もねちゃんと効いてて美味しいですね。奈良でエビグルメといえばここ、オープン前から満席の超人気店。今回お伺いさせていただいたのは奈良県大和高田市高砂町にあるシュリンプチャップリンさん。店内は木のぬくもり感じられる空間で、広めのテーブル席がございます。オープン前ですが、テーブルを見てもらうと、ご予約席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 、全部ご予約席、すごい。かろうじて空いてたのはカウンター席2席。11時半の時間帯から満席という。満席、すごいね。すごい。めっちゃにぎわってる。ね、早速こちら、メニューになるんですけど、はい、で期間限定のカレーとか。へえ、美味しそう。まあ、他にもね、まあ、若鶏の唐揚げとか、でハンバーグとか、まあ、エビフライとかね、まあ、いろいろございます。エビだけじゃないねんな。で、ね、いろんなメニューがあるね。こちらのなんとライス大盛り無料サービスもあります。わー、ありがたいね。はい、こちらのおすすめランチとしてまとめてくださってるんですけど、まあ、チャップリンランチとか、こちら A セット、B セットというのがあって内容が変わってくるって形ですね。こちらシュリンプランチというのはピラフとかパスタのセットになってますと。このいい値段はするんですけど、エビフライがすごいです ね。コメントでもいただいてて、このグルメランチっていうのはね、エビフライが2種類ついてくる、そこにローストビーフがついてくるというところなので、すごいよなこれ。すごいな、神のエビフライやって。そうな。でこちらもね、特大の、ね、エビフライのセットっていうのがあって、うん、無糖大エビが2尾ついてて、うん、天然エビシータイガーで肉厚な身が存在感たっぷりらしい。だからほんまにエビ好きがこれみたいなのかな、うん。すごいな何から食べていいか分からんこのまず有頭の方から。おお、うわ、うまそう。これすごいやな。すごい。プリプリやな。手と膝蒸してくれたら分かると思うけど。ほんまやね。親指大きい。まあ、親指は圧倒的に太いですね。はい。まずエビ塩。すごい、めっちゃうまい。あのね、エビの甘めとかが崩れたかと思ったら、なんかね、ほのかに味噌の、ね、香りもするの。へぇ、エビの味噌の。あ、まあ、でもそうやんな、頭に近い部分やから派手なんちゃう。ふわっと広がって、めちゃくちゃ美味しいわ、これ。神のエビ。神様のエビ。これも太いよな、でも。これも大きいね、結構。これでそれがあれば、よし、こうできて、びっくりした。食感が全然違う。あ、違うんや。もうめっちゃプリッとした。へぇー。一発目、プリッってなったもん。じゃあ、明太の方をいただくわ。うん。これもうまいな、このソース。明太子のほのかな。ちょっとピリッと辛さとか強くないから、めちゃ食べやすいし。まあ、ローストビーフもいただきます。めっちゃご飯が進まうじゃん。うまいな。うまい。
やばいよこれ。めっちゃ美味しい。結構ガツンとしてる。うん、パンチある。めっちゃ美味しい。パンチあるけどさ、お野菜もいっぱいあるからさ、いいよな。お野菜もな、ひと手間加えられてるしな。そうそうそう、フライ。ヤングコーンうまいわ。じゃあおんちゃんも食べてください。美味しい。エビがさ、見た目結構ちっちゃいやんか、うん、結構プリッとしてるから、うん、存在感抜群やね。そうなんや。弾力のある締まったエビフライ、うん、ちょっと厚付きでザクザクしてるんかなって思ったけど、そんなことない。食感は結構ライトな感じやね。うん、ですごい優しい味わいで。ちょうど一口。バクバク食べちゃうよね。そう、結構量入ってるから、うん、大人のわがまま最強ランチ、巨大エビフライがインパクト抜群。ちょっとね、中見たんですよ、さっきに、はい、もう1回もめちゃくちゃこうドライフラワーとかがあっておしゃれですけど、2回もやばいですね。そうでしょ、2回もソファーになってますからね。ね、うん、なんかあのビップ席みたいな感じ。そうそうそう、びっくりした。あのよ、ちょっと良いクラブビップ席みたいな。どういうことですか。あ、なるほどね、クラブ、あのクラブね。あ、なるほどですね。行ったことないですけど。あ、行ったことない。知らないな、想像だけの。そう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 、想像だけの。まあ、僕も行ったことないけど。で、今回こちらのお店でおすすめのメニューがあるというところで、はい、そうですね。何なんですか。これですね、これ見せて大丈夫。いいですね、はい、これ大人様ランチですよ。すごいな、これマジで量多いんですよ。あ、そうなんですか。量多いんですか。マジで量、大人の僕でも結構腹パンパンなようなイメージがあります。これ見てもらったら分かるけど、スープ、デザート、ドリンクまでついて、まあ、2000円っていうところで、お子様ランチではなく大人様ランチというところで。お願いします。この大人様ランチ2つ、はい、ドリンクの方でございますか。アイスコーヒー1つと、はい、ね、じゃあマンゴージュース1つで、はい、めっちゃこだわってるじゃないですか、うん、はい、けど値段がすごい手頃。手頃、めちゃくちゃ、うん、1000円前後っていう、うん、まあ、この大人様ランチだけはちょっとバンといくんやけど、はい、2000円って。けど他のやつはほんまに1000円前後でですね。ローストビーフのドーム丼やもんな。ドーム全然ドーム、すごいドーム、すげえな。でお子ちゃまランチっていうのもある、はい、いいな。子供とも一緒に来れるし。来れますね、はい。ママさんたちとかやっぱ集まってるのも多分よく見るしっていうので、うん、はい、多分すごいなんかおすすめできるお店かなと思って。朝食かデザートありますので、また呼んでください。わかりました、はい、こちら大人様ランチ届きましたわ。うん、すごいすごいな。まずこれ、あのエビフライの大きさがまず驚く、はい、顔やん。迫力やば、すごいっすね。でこれもう好きなもんしか入ってないやん。唐揚げとかオムライスとかハンバーグ、いいね。ちょっと何から食べていいか迷うけど。だいぶ迷いますね、はい。でさっき僕からちょっといただいていいですか。どうぞどうぞ。おでこさんのおすすめというところで、はい、巨大なエビフライをいただきたいと思いますわ。うん、熱かったやん。熱かった。めちゃくちゃうまい。あのもうサクサクしてるし、身がねしっかりと詰まってるんで、でプリッともしてるから間違いない。ほら中はちゃんとしたケチャップライスで。なんかすいませんね、うん。うん、コクうま、めちゃくちゃ美味しい。ケチャップ感も強すぎひんのよ。でこのデミグラスソースのコクが口の中で広がってめっちゃ美味しいね。あー、いいですね。あっさりしてるからね、もうほんま。でこうしてからこう米いくんですね。おー、はい、慣れてるな。なるほどな。大体ね。あ、めっちゃ久々、うわ、うまいわ。どれが一番好きですか。僕ですか。言われたら迷うっすね。
だって好きなもんしかないやん、こんなん。いつも唐揚げとエビフライで迷ってしまう、ね、なるほどね、うん、じゃあちょっと唐揚げも食べよう。唐揚げ食べよう。うまっ。めっちゃしっとり、うまいわ。唐揚げって正義や。間違いない。こらうまい。いかがでしたでしょうか。気になるお店はありましたか。どのお店も店内の雰囲気が良く居心地も良かったです。ぜひ皆さんも参考に行ってみてください。奈良コミでは奈良県のいろんなグルメを紹介しますので、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。